背中の疲れとかは足の疲れから上がってたよってことなんですね。でまだちょっとこの辺硬いのはまあ多分職業病だと思うので、しっかり取っていきますね。いや、背中。はい。でも硬いね。息ができない。ちょっと息する。はい。さすがにもう今日は暑いのでクーラーつけます。超えた感じがする。超えた感じするでしょ。
この脇のところを押さえていきますが、ここっていうのはね、リンパ液の通り道なので、こうリンパ液がこう通ってるんです。でここの部分を押さえて痛いってことは、かなり、汚れが溜まってますよってこと、下水道が動かないみたいな流れないみたいな、お風呂の水が抜けないみたいな。限界まで使ってる。ストレスとかでしょうね。あ、対人関係のストレス。ああ、へえ。ああ、ああ、ふう、ふう。ちょっと一息されますね。今でだいたい半分ぐらいの時間です。今で28分ぐらい。あ、途中止まってた、ね、あ、よかった。まあ、ちょっと短くなります。